んばんは。稽古が長引いて、さっき帰ってきました。寒いね。こんばんは。本日誕生日です。あ、元気さん、お誕生日おめでとう。おめでとうございます。ばい、提出すべきものが。こんばんは。ちょっと待って、もうすぐ終わる。届け続けますっておかしい？こんばんは。ちょっと提出物を書いてて。届け続けます。よか、少ないってことはあるってことですもんね。もっさり。まあ、ちょっと難しいな。
出してみました。ごめんね。あきちゃんの写真集気になったりしますか？こんばんは。まあでもどんな感じなんだろうっては思いますよね。こんばんは。どんな感じ、撮影の感じとかどんな風なんかなって。こんばんは。期待できそうね。びっくり、ツイッターの写真。マンピーが馴染めるように自分なりに頑張ってるって言ってたけど、元気にやってる？うん。マンピーもアイコジもコミュ力高い。こんばんは。わあ、ありがとう。冬の大きぽって映えそう。いつでも映えるでしょ。こんばんは。春でも夏でも秋でもミッピーも元気にやってます。こんばんは。やっぱ難しいんですね、再演って。難しいんだなって思った、今日改めて。彩乃さんがみちとの合流ツイートしてる。そう、今日初めて彩乃さんに会いました、このフェイタで。こんばんは。嬉しかった。今日ね、本当に朝からね、そう長かった、いろんな場所に行って。かわいい、あやまさん。かわいいね。ペン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 ツイート。ああ、そう、トリートも届いてた。ありがとうございます。ちょっとね、そう、見る時間がちょっとあんまりなくて、また行った時にたくさんいただきますね、皆さんからの。見てみてたら前髪分けて巻きたくなってきた。えっ、でも私多分明日切りますよ。パンツにすると思うよ、すれ違っちゃう。私は分けない方が結構好きなんですよ。ええ、分ける派の人多い？もしや。練習の時も分けてない。髪、前髪長くて今巻いとるけんさ、短く見えるけど、く
くにゃーくにゃーってしてるから帽子をかぶりたくて。こんばんは。帽子かぶったら前髪ってさ潰れるじゃないですか。次パッツンにしとったらちょっと邪魔だなって感じになるんだけど、で分けるには短、ほら巻いたらこう短くなるけんさ、分けるには短くてみたいな中途半端な長さなんですよ今。まあまあ、ええのしよ、かわいい。1年前の今頃はショートにする予定だと。確かにそわそわしてる時期だ。どんぐらいの髪の長さにしようって言ってずーっと見てる時、去年の今頃。めっちゃ切ろうか、逃げ恥のみくりさんを見たりとか。そう、いろんなことを参考にしようとしてたの。私が切ったのはさ結果的にショートではなかったじゃないですか。ボブというかそんな感じだったので、そうそうそう、こんばんは。思ったよりは短かったですけど。本当？もうショートにしたいやか皆無ですか。今のところはないですね。もうちょっと大人になってからか。30歳とかなったら切りたくなるか。バレるまでインナーカラーいるよ。すぐバレるでしょ踊ったら。チボブに憧れて髪伸ばし始めた。そんな私に憧れてくれるなんて嬉しい。あの時のがね好きなんよ。七夕衣装の時の髪の長さ結構好きなんよね。こんばんは。永遠の22歳だから一生来ないじゃん。そう、でも25歳とかには別になってもいいかなとは思うよね。24もいいかな。なっても。こんばんは。髪長いのもお手入れ大変じゃない？そうですよね。でも最近なんかね、楽しくなってきた。髪の。Hair。うわ、チーポンが香港さん、紅茶タワーありがとうございます。ありがとう。アフターヌーンティータロー。ジェイポング香港さん、トリートもありがとう。そうそうそう、愛とは嫁超暴力。プッツチュチュチュルルル。溢れそうな顔じゃ、なんでなんで。お、フル
ルーティー。待って、私飲み物忘れたわ。今思い出しちゃった。今日フルーツティー飲んでたのに持って帰ってない気がする。え、どこやったっけ。あれ2月7日か。チーポンが香港さん。アフタヌーンティータブル。ありがとう。ありがとう、ね、めっちゃいい歌ですよね、あの曲。私 PR 舞台の曲ハマりがち。それでは男女読んでいきます。10歳ママルンさん、12位ナラゴさん、11位ツボユースケさん、10位テリーピーさん、9位ホジェさん、8位ブルーさん、7位マサさん、6位カズミチさん、5位ヤスさん、4位昔からおじんさん、3位スイちゃんさん、2位トラッキーさん、そして1位はドゥルルンチちゃん、チーポングホンコンさんでした。ありがとう。そしてラッキーナンバー22はドゥルルンチちゃん、アモズさんでした。ありがとう。それではまた明日も皆さんファイトです。お会いしましょう。バイバイ。またね。ありがとう。うん、ありがとう。